金時山は、箱根山の北西部に位置する標高1212メートルの山である。日本300名山の一つ。神奈川県足柄下郡箱根町と、道県南足柄市、静岡県寸東郡小山町の境に位置する山で、一帯は、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。箱根山カルデラを囲む、外林山列で最も高い山であり、山頂付近は、 植生の少ない風昇地となっている。周囲の山より一際高く、遮るものが少ないため、山頂からの眺望がよく、西側から南東側にかけて、富士山、足高山、南アルプス、駿河湾、金時山より、箱根峠方面へ伸びる、古希外林山、箱根山最高峰である、中央河口級の神山と中原に広がる、大涌谷の噴煙地などが冒険でき、 さらにカルデラ内には、足の湖や仙国源を望むことができる。金時山を含む箱根火山群が活動を始めたのは、約65万年前である。その後、約40万年前に、箱根火山の北西から南東方向に伸びる構造線で活動が始まった。この時に誕生したのが、箱根火山の規制火山にあたる金時山周辺及び、 神奈川県足柄下郡湯河原町の幕山周辺の火山帯である。時期や成因については諸説があるが、この旧金時火山の誕生後、箱根火山のカルデラ陥没が起こり、取り残されたのが現在の金時山である。現在の金時山は国旗外林三列上に位置しているため、 一見すると外林山の一方のように見えるが、カルデラの陥没壁がたまたま旧金時火山の火山帯と重なったものであり、他の古木外林山とは地質が異なる。このため、厳密に言えば、金時山は古木外林山の一方ではない。山頂からは北、南東、南西の三方向に尾根が伸びている。北の尾根は足柄山地につながり、丸鉢山。 足柄峠、矢倉岳へと伸びる。南東側、南西側の尾根は、外輪山の稜線で、前者は矢倉沢峠、日内石岳、明神ヶ岳、そして大文字焼きで知られる明城ヶ岳へ連なる。後者の尾根は、長尾山、乙女峠、丸岳、三国山と連なり、国道一号の箱根峠へ至る。金時山は、 年性の高い金時山溶岩から構成されており、他の小気概林山と比べると山頂付近の傾斜が非常に急で、遠くから見ると一際高い峰が天をついているように見える。この姿が顔から急に突き出たイノシシの花のように見えるため、かつてハチョビガクやイノシシ花がガクと呼ばれていた。江戸時代になると坂田金時の故郷が足柄山であるとした金太郎伝説ができ、 この頃から、金時山と呼ばれるようになった。その後、1900年に、同様、金太郎が作られ、広く知れ渡るようになった。なお、金太郎伝説や同様、金太郎の歌詞2番、足柄山の山奥で毛玉を集めて、相撲の稽古、で知られる、足柄山は、金時山から、足柄山地の足柄峠にかけての山々の故障である。山域の故障であり、 足柄山という単独の峰は存在しない。足柄山には金太郎伝説が残る場所が多数ある。金時山北東の南足柄市地蔵道地区には金太郎の遊び石の伝説があり、金太郎が幼少期に登ったり飛び降りたりして遊んだとされる石が残されている。この石は太鼓の形をしていることから太鼓石とも呼ばれる。また、 佐古川支流の内川上流部にある滝は、夕日の滝と呼ばれ、滝の水を金太郎の産湯に使ったという伝説が残る。登山者で賑わう金時山山頂。風昇地となっているため、高猾な展望を有する。金時山頂上から望む富士山展望がよく、初心者でも手軽に登れることから、箱根の山では最も登山者が多く、様々な登山ルートが整備されている。 しかし、冒頭の写真でわかるように、山頂付近は傾斜が急なため、難易度は低いものの、どのコースも山頂付近にはロープや鎖場が存在する。金時山周辺の登山施設としては、山頂に金時茶屋及び金太郎茶屋の2軒があり、金時山の南東に位置する、倉沢峠には、うぐいす茶屋がある。南西の乙女峠場には、乙女茶屋があったが、 現在は廃業している。公衆トイレは各登山口付近及び山頂に設けられている。山頂の公衆トイレは環境省によって2010年11月に整備されたバイオトイレで100円のチップ製となっている。金時山山頂は岩がゴロゴロと転がる男性的な景観。大きな山頂標識の左隣には秀麗な富士山の姿が見えている。 晴天なら、富士山の右後ろに、南アルプスの北岳や、貝駒ヶ岳が俯瞰できる。足柄峠ルート丸八山山頂から見た、金時山地蔵道ルート乙女峠ルート乙女峠,峠,峠。峠には、天皇台が設けられており、天気が良い日には西に、富士山、東には、箱根山カルデラの山々が望める。国ルート高寺神社、金時石金時宿,石時宿寺。 金時茶屋、金時茶屋は、金時山,山山頂にある山小屋である。食事などを提供する休憩小屋であり、宿泊はできない。小宮山太子が1947年の春、14歳の時から65年以上切り盛りしており、金時娘の茶屋の愛称で親しまれている。小宮山太子の父にあたる、子、小宮山忠は、新田次郎の著書。 協力で物巨石を背負って運ぶ話の主人公で、ある、小宮小作のモデルとなった人物である。金太郎茶屋、金太郎茶屋は金時山、山頂、金時茶屋の正面に位置する山小屋である。金時茶屋と同様、休憩小屋であるため、宿泊はできない。1972年7月31日、火災に相承失したが、その後に再建。 金時山山頂のバイオット入れ、金時茶屋、金太郎茶屋、金時山の北側、足柄峠ルート、地蔵道ルートの登山口となる、地蔵道へは関本より、箱根登山バスが運行されている。関本へは、小田原駅からの大遊山線のほか、小田急線新松田駅より、バスでアクセスすることもできる。なお、4から5月と10から11月の土休日には、地蔵道、 足柄真葉公園間のバスが運行される。金時山の南側、乙女峠ルートや、戦国源ルートの登山口となる、乙女峠バス停、乙女口、金時神社入り口、金時登山口へは、箱根登山線箱根湯本駅より、箱根登山バスでアクセスできる。また、いずれの登山口も、小田急箱根高速バスのバス停であるため、 新宿駅や御殿場線御殿場駅からのアクセスも可能である。金時登山口を経由しないバスの場合でも、戦国から金時登山口停留所までは、比較的近く徒歩で向かうことも可能である。自家用車利用の場合、駐車場が整備されているのが、北側の足柄真ハ公園と地蔵道、南側の金時神社入り口である。足柄峠、地蔵堂へは、 東名高速道路五殿場インターチェンジ、または大井松田インターチェンジより、静岡県道、神奈川県道78号五殿場大井線でアクセスできる。また、金時神社入り口へは五殿場インターチェンジから国道138号でアクセスできる。矢倉沢峠付近から見た金時山と箱根山カルデラの山々。小尻の先に足の湖が広がる。 小田急小田原線、新松田駅付近より見た箱根足柄山地の山々。戦国弦を流れる早川内川上流にある夕日の、滝静岡県裾野市を流れる木瀬川。ありがとうございます。